はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。サガコレクション魔界闘士サガ、今回はこの上にアシュラが住んでいると言っているので、アシュラを倒すところからやっていきましょう。なんかめちゃくちゃボス臭がするけど、なんか最後のめちゃ強いボスなんじゃないかっていうあれだけど、まあ別に最後のボスじゃないんで。でちょっとこっち側になんかないかなって思って今来てます。エクスカリバーの火力が思ったほど出ない。500くらい出てほしかったんだけどな。まあフレアはそこそこだよね。もうちょっとやっぱフレアも出てほしいけど、一掃できるくらい強ければ全くいいんだけど、魔力はでも99か。素早さも99になってるね。それでこの威力か、まあ、そういうもんなんだろうな。で多分あれはオーバーしてないと思うんで、99で止まっちゃってると思うんだよね、多分だけど。だから普通にやっていけば、あ、やべえ、間違えた、使っちゃった、もったいない。まあカンストはするといったところか。まあ行きますか。あれ、あいついなくなってる。でここ実は一つ罠があって、真ん中から行くと落とし穴があるっていうね。ただそれだけ。機動歩兵フレア弱い。うわーうわうわうわー、すげえの使ってきたよ。まずいなこれ。ちょっとここでセーブしたの済みそうだな。機動ちょーコカトリス逃げよう。いやセーブはしない。ちょっとヒットポイントがまずい。エリクサ使うか。エリクサ使おう。エリクサでちなみにさ、治んのこれ。あ、治った。使っときゃよかった。じゃあセーブしよう。オッケーでしょう。これだったら。で、使っていくのはまあ猫の爪でしょ。単体戦だから、サイコソードが1本しかないのか。猫の爪あっても良さそうだね、素早さ。あ、でも99か。99っていうのを考えると、フレア使っていきますか。よくここまで来たな。どうだ、一つ取引をしないか。取引だと。四天王に代わってお前たちがそれぞれ世界を支配するのだ。いい話だろ。二人死んでっけどね。それでいいの、死体を解く感じになるけど、よろしいでしょうか。それで俺たちはお前の子分になるわけか。冗談じゃねえぜ。ま、俺の愛人をやってた方がいいよ、絶対。困らせないから、とりあえず。いや、死んでるから現実的には困ってると思うんだけど、愛人にも優しいから俺は。下手に出ればいい気になるよって死ね。アシュラ。ここは、猫の爪。何も効かないっしょ。フリア。で、高速になってるから普通にしよう。433、6本の腕。5回ヒット900とか。強すぎる。なんだこいつは。438。しかし。あ、呪いは効かない。あ、そうか。あれ装備してるから。あの、族の鉢巻きって状態以上にならないんですよ。フリア。フレアは当たるか。魔法だもんね。いや、アシュラ戦一番厳しいぞ。さすがアシュラ。死んだけど。こっちも死人を出してしまった。本命がやられたか。俺たちの勝利ではあるけど、金はしょぼい。さあ、さらに登っていこう。と思ったら、落とし穴が。遠くから声がする。もう一度登ってこられるか。これさ、誰が言ってんの、謎なんだけど。鎧の王、鎧を手放して初めて本当に大切なものに気づいたよ。ありがとう。いや、そんな照れるな。娘さん、私幸せよ。あの人の子供がお腹の中にいるの。愛人、それはおめでとう。愛人が言うのか。今本命死んでるからね、今のうちに。じゃあみんな死んでんだけど、みんななんか複雑な気分だろうね。竜王、お前の倒したアシュラはただの幻だったのか、それとも。じいさん、どういう意味だ。じいさんって馴れ馴れしいな。お前いるじゃん。私ってひどい女ね。ジャンヌと顔は同じだけど心の中は醜くて。本命、君の心の中にはジャンヌがいるはずだよ。ジャンヌ、本命さんいいこと言うね。で止まって、ちょっと待って、本命はさすがに生き返らせよう。本命は
生き返らせて、こいつ自分か。一番役に立たないよね。一番役に立たない愛人。で、この人もちょっと分かりやすいように、まあ、側室その2なんだけど。え？ちょっと待って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 。でも全てがずれてる。そ、く、し、つ。はい、OK。で、シンデレラはさすがにここまで本命鍛えたからね。368、ライトサーブル50は変わんないか。ちょっと側室も今回鍛えていきます。愛人ね、この60から鍛えるのは、しんどいんで、ちょっと愛人は最後の最後までもう死んだままでいきます。もう完全使い捨て。で、さすがに生き返らせる。で、防御は固めるか。ちょっとドラゴンメール欲しかったけど、そういや買ってねえな、一個。ドラゴンメール本当に耐性が強くてね。さやかさん、この世界から出てっても私たちのことを忘れないね。負けないよね、信じてる。任せろ。何が言おうと負けはしねえぜ。さすが愛人、言うことがちげえな。あの扉の向こうに楽園の真の道があります。あんた一体。てか、そうかよね。愛人が主人公だもんね。そういえば、俺が主人公じゃないから。愛人出しゃばってくるよ、そりゃ。ミサイル5個。アポロンの弓44マグナムビームライフル。パワードスーツ。え、何これ。ああ、マイナス10万円かと思った。1、10、100、1000万、10万、そうだね。マイナスじゃなくて、10万円だよね。サークレットが耐性あるのかな？サークレットあれば、状態以上の耐性があるのか。ヒットポイントは600まで。こっから自力で鍛えていかなきゃいけないのかな。ドアはちょっと買っとこう。で、エリックス、賢者の石ってなんだっけ？超謎1個買っとこう。で、エリクサーも、まあ、1パック買っとこう。で、あとは、パワードスーツ、サークレット、サークレット2本買っとくか。持ち物がいっぱい。本命にアライのメットじゃなくて、サークレット装備させて、で、側室も今回使っていくから、まあ、まずはパワードスーツ。70とか強すぎる。スーツだから他のが装備できないとかってある？まあいいや、金はいっぱいあるから装備させるか。パワードスーツ、サークレット装備できねえ。そういうことか。やっぱりパワードスーツだけなんだな。アライのメットもそうだよね、装備できないね。いや、サークレットの効果がどうだったかな。それによってサークレット装備させたい気もするけど、どうしよう。核爆弾っていくらで売れるの？ちなみに5万円か。うろ、いらない。サークレットとかアライのメッタもいいでしょう、どう考えても。よし、じゃあちょっと側室はもう攻撃は捨てます。完全素早さ特化でちょっと鍛えていきます。ハードスーツ1本でいいや。じゃあ準備完了。側室をヒットポイント600で600以上まで底上げしました。で、素早さが99、多分理論上は220くらいはあると思います。なのでライトサーベル初期から持ってたやつと猫の爪を持たせました。で、俺はまあ、一応力が上がってるんで、エクスカリバーと間違えてディフェンダー買っちゃったんで、これ本当に間違えた。ディフェンダーを持たせてます。これで行きましょう。4つの封印が施されている。あ、これ全部使わなきゃいけないの。これと、あ、全部。一気に使ったわ。なんか言ってくるかな。これだけか。封印が解けるぞ。行こう。左。源氏の小手。巨人の固定だったら源氏の固定の方が全然防御力は高い。多分力は下がったな。で、敵ゲーム2エクスカリバー。猫の爪で行こう。で、こいつどうするか。フレアはさすがに一発だけ使うか。178弱え。まあ当たらないよね。で、結局猫の爪が強い。結論、猫の爪は強い。ディフェンダーどうなの？ライトサーブでいこう。あ、猫の爪はまだあるから大丈夫か。で、問題はこいつなんだよな。効かないよね、どう考えても。テレパシー使おう。毒斬り、毒斬りは側室食らうんだやっぱり。とはいえ雑魚
あ、回復アイテムがない。そういえば剣舞2の肉、ちょっとケアルの書とかなんか売ってたっけ。ちょっともう一回帰る。これさ、剣舞とか復活してんのかな。え、こっちねえな。どうする、エリクサで回復。賢者の石ってだからなんだ、1個で1万円、全員のヒットポイントを回復するのか。それかなんだっけ、コテージ的な役目だったらそれはそれでいいぞ。賢者石もっと買っとこう。でエリクサーも3個買えない。持ち物がいっぱい。巨人もコテか。でどうせパワードスーツは外したいっちゃ外したいんだけどな、装備できねえしな。サークレットもなんとなく持たせておきたい。てか源氏のコテみたいに装備が手に入るんで、それを側室に与えたいんですよね。425、生き返りが何個あるんだっけ。1個あればまあ十分か。セーブしながら行こう。もう無理だったらやり直す。であとはこのエレベーターを延々と自動的に登っていくだけなんで、特に見どころはない。炎絶対効かないよこいつ。炎ライトサーベルの方が全然強えわ。じゃあエクスカリバーがあれかな、固定ダメージなのかな。というわけでディフェンダーを使ってみよう。あれディフェンダー減ってるけどどうだったんだっけ。あれ今ディフェンダーだよね。ディフェンダーの方が全然強いわ。で青龍、次は、まあ、青龍2だけどね。ディフェンダーにしよう。で猫の爪、フレア高速になってんな。374ディフェンダー、792、802死んだ。いやディフェンダーだな。エクスカリバーは多分固定ダメージだ。これはいらない。0円でアイテム、持ち物がいっぱいだよ。毎回これに悩まされんな。そうすると巨人のコテステッカーいらない。これはで関羽の鎧で、関羽の鎧を誰に装備させるかって言ったら多分下がるけど、パワードスーツと変えらんねえんだけど。ちょっと待って、どうすればいい。賢者の人かよ。でパワードスーツもったいねえけど、もったいないけど愛人に装備できんのか。いや全部あるから無理だな俺。あー無理だね。ちょっとね、ブロンズのやつこれ外せるよね。これ外せなかったら最悪なんだけど。賢者の石にしとこう。でこれで一旦パワードスーツこいつに預けよう。でエリクサーとかいってで、ブロンズ系を全部捨てる。さすがにいらない。死んでる間になんかね、まさぐられてるからね、かわいそうだよね愛人。でもパワードスーツを着させてあげてるんだよ。で賢者の石と関羽の鎧を交換して38で、本当はそっからサークレットとエルメスの靴を装備させたかったんだけど、まあ、60あればとりあえず一生。俺だって59だもんね、この3つ装備してて。よし、じゃあまた乗っていきましょう。まあ、こんな感じでね、また四天王が4体出てきます。めんどくさいやつらだな。ディフェンダー、猫の爪いけんな。例によって20本になるまでは使っていこう。ゲー強い。結局さ、やっぱり素早さ鍛えるのが一番正解なんだよね。猫の爪が本当強い。ただ今回力を鍛えてるから普段お目にかからない正宗が使えるんで、正宗がどれだけ火力が出るか。素早さだけ鍛えてるとほんと正宗いらないんで、もう全然お払い箱なんですけど。でエクスカリバー114弱え。やっぱ弱えわ。結論、永遠に使えるからいいけど、ディフェンダーは間違えて買っちゃったけど、それはそれで結果オーライだったな。やっぱ3人いると火力が違うね。これ本当は4人欲しいんだけど、もう鍛えらんねえわ。ラクサー社、バルカン砲とさ大して変わんなくないっていう。145、いやでもこれで倒せないのがちょっと辛いよな。電撃にしとこ。なんかミラー唱えてきた。っけ倒せねえ。いや、即質は食らうんだよ。だから勝手に
勝手に先頭になった。ひどい。ディフェンダー、猫の爪。フレアの人一回打つか。726。俺59。フレアが、まあ、450くらい当たるでしょ。430。で、788。何倒せないか。やるじゃないか。お前はテレパシーを送ってやる。いや、即死やばい。死んだ。やっぱりな。即死3番目にしとくか。耐性がないから。これちょっと学んだな、今回。白虎戦で学んだ。肉は確実に落とすのかな。で、もともと肉の落とす確率高いからね、デフォルト で。ちょっとこれはさすがに生き返らせて、どっちだ。側室3番目だよね。これ愛人生き返ったらたまったもんじゃないからな。愛人の扱いがひどすぎるけど。あれ、ちょっと待って、賢者の石が1個。あいつにそれさせてんだ、愛人に。ちょっと引き出してこよう、賢者の石。賢者の石をちょっと使って、どういう効果が現れるか。本当にコテージ的な役目だったらいいんだけど、あ、どういうこと。え、あ、これ賢者の石ってあれ、回数を復活させるってこと。なるほど、多分そうだな。使ってないけどね。ガラスの剣とかだってなくなったらなくなるっしょ。せめて1は残しとかなきゃいけないから。で、そうだから、ドラゴンメール装備してないんで耐性がないんですよ。だから本命を、違う、本命を2番目でいいんだ。即死3番目で下げていきましょう。で、孔明の靴で、この孔明の靴も本当は靴だから、まあ、側室にあげますか、ここら辺の強いやつは。で、防御力がとりあえず70になったね、これで。じゃあちょっとまた高速にして、貴族が1体、炎の巨人がいるけど、ちょっともう、け強いな。ダメージを与えてくるか、そして一撃じゃ倒せないか、そしてなんか反撃を食らうか、なんか強い攻撃してきたな。300300か。なんかもう逃げるのが基地かな。複数の敵が出てきたら逃げよう。もうろくな技がない。テレパシーも使ってるか。火力出てる感じがするけど、一撃でほふれないところがまたこの最後の敵の強さを物語っている。貴族一体、一体で来るとは。それも貴族としてのプライドか。そのプライドが245、命を捨てることを教えてやろう。651エリクサーで、賢者の石をエリクサー使う。エリクサー3。そういうことね。わかりました。ドラゴンプリンス2体。2体だったらディフェンダーの、いやー、本命の攻撃手段がちょっとねえな。確保しとくべきだった。フレアの章もう1個持っといてもよかったかもね。チタン。これも、やけど、猫。まあ、効く的には効くね。全然通るわ。やっぱ防御力的なものが関係してんのか。で、新しい地域に出てきたんで、これどっち完全に上に乗っかってんな、スザク。ディフェンダー、もうやることは一緒。フレアの章1個使おう。で、猫の爪。あとは、死んだらちょっとガッ速してやばい。377、750、2ターンかかるからね。で、回復用のアイテムがないから、側室は目つぶしに強い。サークレット装備してるから。OKOKOK。これちゃんと4人鍛えてればワンタンキルはできるね。で、エリクサーで回復、超贅沢だな。で、そもそも本命ヒットポイント900とか、すごすぎでしょ。ここでね、正宗が手に入るんで、正直正宗でいいと思うんだよね。ディフェンダーよりは攻撃力があるんじゃないか。ちょっと試し切りはしていこう。あ、どっちだっけ。デスナイトでライトサービル395。どう。でもライトサービルと同じくらい当たるってことは、うん、まあやっぱ機能はしてるね。巨人の固定を外しちゃってあるから、ブラックプリン逃げよう。逃げられない。キャー、やばい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 。さっきセーブしたからな。最悪、やり直そう。
いやーまずい。え、マジで逃げらんねえ。エリクサーが2の賢者の石だから、最後に全回復したいからね。このまま逃げおせよ。ずっと逃げるはすみません関係なさそうだよね。本当にランダムっぽい。好きだと思いまして逃げよう。一発で逃げられる時もあるっちゃある。どれくらいの確率なんだ。本命食らうか。デモンロード4体、ファイヤー俺は効かない、本命も効かない。うわ即死食らうんだって。だから逃げられない時はマジで逃げらんねえな。俺もちょっと食らう。なんてこうも逃げられない。え、ほんと逃げらんねえんだけど。え、デモンロードもしかして固定敵とか言うなよ。正宗の威力を試す時が来たか。じゃあフレアも一発撃っとこう。猫の爪、いや即死やばい。正宗461700とか全然攻撃力違えんだけど、どういうこと。サイコソード1本、いや1本いつ使うっていうのもあるけどね。ディフェンダーの方が強え。これは一体どういうことだ。いやまだ敵出んの。いや死んだ、危ね、死んでね。みんな瀕死だ。いやちょっと待って、逃げる、逃げらんない、もうやだ。ガハハ、ごめんなさい、勘弁して。死んだ、即死が死んだか。一回帰る。でここ登って、てかこれ登っちゃったらもう無理じゃね。帰れるか、まだドアで帰れるんだよね。エリクサーは蘇らせらんねえから、塔の1階に行きます。2階、3階、4階、どこでも行けるわ。帰るか1回。ちょっとさすがに蘇らせて。2人は無理でしょう。ここでセーブして、ここでセーブは大丈夫だよね。ここでセーブして1回入ろう中に。でエリクサー2つ使っちゃうよ、これで。でディフェンダーの方が強いということが分かったんで、ディフェンダーで行くけど、どこだ、いた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 。やっと来ましたね、おめでとう。このゲームを勝ち抜いたのは君たちが初めてです。ゲーム、私が作った壮大なストーリーのゲームです。どういうことだ。私は平和な世界に飽き飽きしていました。そこでアシュラを呼び出した。アシュラは世界を乱し面白くしてくれた。だがそれもつかまのこと、彼にも退屈してきた。そこでゲームか。私は悪魔を打ち倒すヒーローが欲しかった。なかなか理解が早い。多くの者たちがヒーローになりきれず消えていった。死すべき運命を背負ったちっぽけな存在が必死に生き抜いていく姿は私さえも感動させるものがありました。私はこの感動を与えてくれた君たちにお礼がしたい。どんな望みでも叶えてあげましょう。そうか、では死ね。それが俺の望みだ。これも生き物のサガだ。神はガチで強いんで。そうだね、これダメだったらチェーンソー使うか。そういう方向にしよう。サイコソードがいくつ当たるかだな。318202。だって正宗は当たらないだろう。フレア当たんの。あ、正宗強え、448。神特攻があるのかな。正宗使っていこう。でフレアも火力は出る。この何もしない時にどれだけダメージを与えられるか。光やれ。ねえ、これは効かないか。これも耐性が効いてるってこと。うわー、正宗ちょっと下がってんな。防御されてる。いや、そんなことない。うわー、まだいける。右手238262。回復してる余裕はない。というか回復する術がない。そもそも火力で押し切るしかない。これクレアの人がなくなったら終わりだな。残り1個。俺がもう一発攻めて悔い改めようは大丈夫。まあ、ガラスの次っていくつ当たるの。使ってない。そういえば525、結構強い。死んだ。最後はガラスで倒した。いやー、なんとかなったね。二人でもなんとかなるもんだわ。愛人やっちまったぜ俺。ごめん本命、俺は愛人とやってしまった。これからどうする。私を選ぶの、愛人を選ぶの。うーん、どうしようか。側室、この向こうに別世界があるからそこに現実逃避しましょうみたいな、そんな会話になってんな。
完全に。よし行ってみるか。本命はどっちでもいいんだ。うん、なかなか心が広いね、本命ちゃんは。愛人もそうか。まあ、愛人の立場だからね。ここも結構いいとこになったんじゃない？言えてる。悪いやつ全部やっつけたからね。行こう。どこへ？俺たちの世界へ。そうだ。俺たち4人で過ごすんだ。お前ら邪魔だ。というわけで、サガですね。まあ、ほんと多分初期のゲームボーイの頃に出た、まあ、RPG ですけれども、まあ、めちゃくちゃ面白いよね。まあ、初期に出た頃なんでね、いろいろあらはあって、まあ、そういうのはしょうがないんですけど、しょうがないけど、やっぱり、ね、このレベル制じゃない RPG をね、世に出したっていう、ゲームボーイで。まあ、そういう功績に関しては、まあ、なかなか素晴らしいと思います。さすがです、というところです。まあ、ちょっとしばしエンディングを眺めて。See you again! ということで、魔界闘士サガはこれにて終了したいと思います。まあ、主人公とかね、仲間を自分で選ぶことができるんで、いろんなプレイができると思います。まあ、今回はね、まあ、ちょっとネタに走りつつ、割とね、効率よく進めるように、パーティー編成を組んでますけれども、本当にモンスターだけとかね、そういった縛りプレイも、できて、いろんな遊び方ができて、本当に楽しい作品だと思いますので、まあ、サガコレクションね、スイッチで安く遊べますので、まあ、ぜひやってみてはいかがでしょうか。まあ、そんなわけで、魔界闘士サガはこれにて終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。何、チェーンソーが効かねえ。これは修正されてるか。チェーンソーでバラバラにできるはずなのに、ダメージがない。マジか。スザクは通ったんだけどな。いや、もうこれ無理だ。フレアとかこっから勝つのはもう無理だね。とりあえずチェーンソーが通るまでやろう。いや、これは通らないわ。フレア3発食らったら死ぬからな。で、今回フレアめっちゃ打ってくね。フレア連発されたら、前回も死んでたな、これ。運が良かったね。本命は死んだ。俺たちは全滅した。お疲れ様でした。